AKB の川栄さん、入山さん、生電話で元気を報告です。入山アンナさんは今日未明ラジオ番組に電話で生出演。このオールナイトニッポンでは入山アンナちゃんと生電話がつながっています。もしもし、アンニン。もしもし。あアンニン、さっきぶり。横山です。さっきぶりです。どうも。さっきぶり。ちょっとぶり。アンニンは今はどうですか、体調は。今も全然元気ですね。うん、いい感じです。いい感じ。バッチリ。今日はなんかもう、はい、どんなことしてたの。今日は、うん、なんかメンバー何人かと会ったりできて、うん、横山さんもね。そう、会ったさっき。はい。アンニほんまに元気そうやった。そうだね、うん、そう、多分みんなが思ってるより、うん、100倍ぐらい元気だった。リスナーの皆さんに何かメッセージもらえますか。そうですね、うん、やっぱこうたくさんご心配おかけしちゃったと思うんですけれども、私も早く皆さんに会えるように頑張りたいと思います。皆さん待っててください。もうね、心強いし、ね、安心したし、教えて、安心した。はい、あの本当皆さんにね、うん、元気な声を聞いてほしいなと思って、うん、なので電話出演できて本当に良かったです。ありがとうございます。そして川栄李奈さんも昨日お昼レギュラー出演中のバイキングに電話で生出演。もしもし、川栄。はい。おー、おー、川栄。こんにちは。正直今の最初のトーン、安心したね。かわいい、元気なの。え、めっちゃ元気です。めっちゃ元気だよ。めっちゃ元気なの。めっちゃ元気だったら今から来なさい。めっちゃ元気ならね、美味しいもん買ってさ、来てよこっちに。そうだよね、今、うん、あの検査入院中なんで。そうだよね、はい、まだちょっと安静にしなくちゃいけないんですけど。そうだね、はい、でも全然元気なんで大丈夫です。なんかあの買っていってほしいもんある。うん、そう、欲しいもの。何が欲しい。欲しいものですか。うん、あ、ちょっとあのなんか飲み物とか。飲み物。飲み物。飲み物。ちょっと最後にさ、はい、心配してくれてる視聴者の皆さん、ちょっとメッセージをお願いします。はい、いや、あの本当にもうたくさんの方にご心配をおかけしたと思うんですけど、あのもう全然元気で、もうすぐにでも復活できるように治療に専念して頑張りたいと思います。うん、分かった。はい、よかった。